てないね。似てないな。あ、でも、落ちてるかな。そうそうそう、はい、おもろいな。はい、こんにちは、沢田です。はい、今日なんですけど、あんま動画では、ね、行ったことないし見せたことなかっただろうけど、妹を今日紹介しようかなと思ってます。はい、じゃあ妹です、どうぞ。妹の美香です。はい、妹の美香です。似てるかなこれ。似てないね。似てないね。まあ、実はね、美香 YouTube と TikTok やってるんですけど、あのライスペーパーネキって書いてあるんですけど、めちゃくちゃライスペーパーに特化したとかいろいろやってるんで、はい、僕東京でも同い年でめちゃくちゃ仲いい人って言ったら、米尾と俺ってもうめちゃくちゃ仲いいんですよ、同い年で。米尾がね、たまたま僕がちょっと風呂入りながらスマホ買ってきてたんですよ。そしたら、コメオがコラボアイテム求むみたいな感じのストーリーなんか上げてたんですよ。あの、似合ってきたよね、俺。今回ね、ミカちゃんとコメオは普通にコラボするっていう、名古屋出身のミカちゃんっていう子が、普通にコラボで、あの、今日来るとしか知らないと思うんですよ。でも、俺らとしては、ドッキリです。当然、二人はコラボするんですけど、そのちょっとした会話の中でね、あの、実はサードなんじゃねって思わせるようなポイント、用意してます。これを、ちょっとイヤホンしてもらって、この後、ちょっと指示をしながら、コメオが気づくのが、どっちにしようかなと思います。今日、コメオとはどういう企画でするの？今回は、料理対決をしようかなって。ライスペーパーで勝負する。はい、勝負する。楽しみだな。緊張するでも。緊張する、はい、緊張する。そう。初めてコラボではないよね、でもね。初めてコラボではないけど、コメオさんは。緊張する。はい。どんな方か分かんない。あ、そうかそうか。なんで怖いイメージ。ちょっと怖い。あー、いいですね。俺が、ミカちゃんに言ってもらおうかなと思ってる内容は、沢田美香ですっていう、はい、これが一つ目、はい、二つ目、名古屋出身と、まあ自然に言う、三つ目、兄が米尾さんと同い年でって言っちゃう、言っちゃう、四つ目、兄も都内で SNS 系の会社経営してるんですよねっていう事実、はいはい、兄と遊んでもらっ てありがとうございます、はい、もうすでにも遊んでるよ、それでもう 100% わかるよねって思ってるんで、はい、遊べる時間があればふざけた質問しようかなと思うんです。それはちょっとそれノリでね、はい、テンション感でやってもらおうかなと思います。じゃあ早速ちょっとカメラ仕掛けながらやっていこう。東京ですか？いや、名古屋です。今日名古屋から来て、はい、名古屋から来て、兄は東京に、あの、都内に住んでて、うん、SNS 関係の仕事とかしてて、うん、そう、はい、え、有名なの？いや、どうなの、私ちょっとあんま詳しくなさすぎて思うから、え、インフルエンサー教えててもらって、はい、まあ、仕事みたいな。仕事多分、コメオさん、え、何歳でしたっけ？29。あ、じゃあ多分、同い年かな、うん、同い年で、うん、はい、コメオさんも結構、YouTuber の中で仲いい人とかいますか？結構多分、仲いい人、界隈でこう、つながってるんですね、YouTuber、うん、闇属性タイプ。コメはちなみに闇属性と光属性のハーフだ俺はって言った。光属性は闇属性と関わんないんですよ。え、会話違うですもんね、全然。え、コムドットは光属性、光レペデンとかはさ、はい、闇属性、闇ですね。コメさんは俺たぶん闇だ。あ、闇ですか？闇と光の中同じくらいの気づき。そこが一番良くないですか？闇と光の球感が、うん、ここからどう攻めていくかだよね。なんかでも途中でお酒ブランディングしたら面白そうだけどな。あ、お酒ですか？お酒飲まなそうだ。お酒、確かに。でも意外に好きです。兄もお酒すごい好きで、人ってギャップがやっぱファンになる。はい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 。いや、もうめちゃくちゃ兄もお酒が好きで、もう本当に一緒にお酒も教えてもらって。ごめんな、頭にゴミついてるから取ってあげて。ちょっとゴミついてるから。あ、そうそう、はい、大丈夫。そろそろちょっとあの終盤ですね。兄とコメオさん会ったことあるって言ってましたけどね、よく飲み会とかで会ってたって。兄とコメオさんと会ったことあるって言ってましたよね。え、誰誰だ誰だ誰だいや、誰だ。この間も、あの、誕生日誕生日、え、沢田の、もうそうです。あ、沢田くん名古屋、沢田くんの妹。はい、マジで言ってんの？そうです、名古屋か。なんで、いつも
くようになってます。マジで、あの、めちゃめちゃ仲良い。あ、めっちゃ仲良いっすよ。めちゃくちゃ仲良い。やば、どか祝いだったわ。マジで言ってる、はい、あ、そうなんだ。全然似てない。似てないわ。本当ですか？あれ？てか雰囲気が全然違うわ。あー、なんだろう。そうなんだ、沢田美香っていう。はい、沢田美香って言います。沢田美香はやばい。どか祝い。やばいやばいやばい。ここ最近で一番びっくりした。本当ですか？よかった、よかったのか。今日コラボする、知ってる？よ、知らないんだ。はい。バカ男。ちょっと待って、ここ最近で俺は一番おもろいんだよ。めちゃくちゃ仲良い。しょっちゅうあるっすよ。マジで親友くらい。じゃあ大好きですか？めちゃくちゃ好き。おもろいな。びっくりした。いや俺本当にあんなお兄ちゃんがいてこんな子いい子が本当に生まれるんだって本気で思った。頭抱えてたもんね。え、マジで。でもちょっと多少は本当かなと思わなかった。いや、ここまで言われたらですよ。そうだよね。それは思うでしょ。兄が SNS 関係で同い年で、そこも何も思わなかったんだ。いや、なんかそこら辺であれ界隈なんか近いなみたいな、で誰なんだろうってなって、この間会ったことあるって言ってましたって言われたから、え、誰って言ったら沢田ってなった。いや、もう誰なんだろう。はい、こういう、なんか俺ちゃんとドッキリこれやらせじゃないもんね、これガチで。だから YouTube にも直前で連絡したよな。めっちゃ難かったっすよ。そうだよね、俺なんかそう、やばい、これどうしようかなと思った。優秀君が YouTube 関係だよねとかジャブ言ってくれたから、あ、さすが分かってるわと思って、急に反応があったもんね。え、嘘だって。急に親近感湧いたもん。それまで、あ、そうなんですね。そうそう、なんかすげえ、すげえ塩対応じゃんと思って。お兄ちゃんが来てくれた。俺めちゃめちゃ仲良い。ちゃんと騙されたっすね。ちゃんと騙されたね。ちゃんと騙されたね。よかったー。いや、本当にこんなクズ兄貴からこんないい子が妹にいるってのは俺本当に想像つかなくて。確かに疑ってました。そこなんか似てないよねみたいな。あ、そうなんだ。全然似てない。マジかよと思った。はい、ということで一旦俺のドキラ終わりです。はい、楽しんでください。めちゃくちゃ